福山駅前にさ、500円おばさんっていうのがさ、いたの知ってる人おるかな。これ90年代とかに福山駅前とかうろうろしてた人は大概聞いたことある話だと思うよ。で、実際この人が500円おばさんっていうのも見たことがあるんよ俺。で、多分その当時福山駅前行ってた人たちは普通に同じ認識で、あ、この人が500円おばさんっていうのは分かってたと思うんよ。で、友達の間でも、あ、あの人が500円おばさんよねっていう話が出てて、で、500円おばさんって何なんかっていうと、まあ時代背景もね、なんかすごい相まってそういう話になっとるんだけど、事実は分かんないよ、正直。事実は分かんないんだけど、当時福山駅と今サンステになってるところが三東区っていうところだったんよ。ほぼ変わんない、サンステとほぼ変わんない感じだったんだけど、そのサンステの前らへんで福山駅のところで、あのおばさんがね、いつもなんか大きい、多分ホームレスなんだろうなっていう風貌、まあホームレスよりちょっと小綺麗にはなっとるけど、なんか大きいカバンを持ってて、でその上に座ったりしながら一日中時間潰しとんよ。明らかにおかしいんよ。んで、500円で、まあ、体売ってんじゃないかなとか、500円でまあなんかいろいろ奉仕をしてるんじゃないかなっていう話が出てたんよね。そうで、これかなりまことしやかに流れてたと思うよ。で、最終的には100円おばさんって呼ばれるようになってたりしとったんだけど、いや安すぎだろうと思ったんだけど、500円おばさんちょっとキャッチーよね。で、なんかまあそう、まあ、いつもおったんよね。もう名物というか、もう駅前行ったら、ああ今日もまあまたおるなみたいな感じで見とったんだけど、ある日福山駅の近くのなんていうビルみたいなところ、何階建てなんかな、5階とかの、あの今のバスセンターの近くよ、バス乗り場があるじゃん、アコン近くに、なんかアコムとかの金融会社の、あの無人の契約機がいっぱい入ってるところがあるんだけど、そこの階段の記憶が確かだったら踊り場かなんかで刺されて殺されたっていう話だったような気がする。で、これ記憶が確かだったらなんだけど、俺ニュースでも見たような気がするんよ、その事件のことを。ニュースでも見たような気がして、で、なぜかそれが、そこで刺されたのが500円おばさんだっていうのをなんか記憶の中にあるよ。でも誰から聞いたかは覚えてないんよ。でもね、それから500円おばさんを見ることがなくなったんよ。じゃあ今から考えると、やっぱまあ本当だったんかな、あ、本当だった、そこで刺されたのはね、本当だったんかなとかって思うんだけど、まあただ本当に500円でいろいろしてたのかどうなのかっていうのは、まあ、自分がしてもらったわけじゃないから、まあ事実は分かんないよね。で、実際なんか俺も当時、まあ、若かったからさ、別に周りの友達もなんて言うんだろうそういうことをお願いするような年齢でもなかったからさ、なんか実際のところお世話になったっていう人は見たことないんだけどね。でもまあいつも駅前にいるよねっていう、なんかこの写真本人じゃないんだけど、大体なんかこういう感じの中肉中背、まあカバンはなんかもっとあの旅行用のもっとでかいやつだったんだけど、そう、なんかその当時を知ってる人は、ああおったわ、懐かしいわってなる気がする。うん、最近はそういう話はもうあんまり聞かないね。なんか駅前とかで名物の人みたいな、昔結構お菓子の人多かったからね、福山駅前ほんまになんか割と様子がおかしい人が多かったんで、なんか500円おばさんとかも、まあその風景の一部というか、そんなになんか別に気にかけてたわけでもないし、あ、まあまあいるよねくらいの感じではあった。うん、
ちょっと500円おばさんについて知ってる人とか、なんかこういう話あったよみたいなのもしあればコメ欄に書いとってもらえると面白いかなと思うんで、はい。まあ、このチャンネルはないつも福山関係の話をしていってるんで、まあ、興味がある人はチャンネル登録高評価して押しといていただけるとありがたいです。じゃあ終わります。ありがとうございます。